さあ、来たです。カイくんです。アンサーサポスプルエイサップです。よろしくお願いします。ということでね、まあ、今回ちょっとまあ見ていただいたら分かる通り、ここに宇宙人がいないんですけど、あと本日はドッキリ企画です。ということでちょっとね、ドッキリやっていこうかなってことで、まあ、本来なんか俺一人でできるドッキリだったんで、まあもうメンバー2人、まあ、カイくんとヒカルとね、まあ、どっちも引っ掛けたろうかなと思って、まあ、結構前から頭の中でめっちゃシミュレーションしてて、だって15通りぐらいいろいろ考えたんですけど、まあ、結局カイ君に阻まれるというね結果になってしまいまして、カイ君のドッキリがなかなかね、あ、難しいでしょ。うん、感じちゃうので、浮気とかもうすぐ気づく、あ、この人も他いるわって。なるほどね。そういう経験がやっぱねあるからこそ、全部疑っちゃうだし、そういう経験もあるし、逆に経験を経てバレないようにバレないようにもできるようになってしまって、その試行錯誤でもうこれだったら絶対バレないみたいな。だからまあ俺はもうこっち側の人間だから、そうだね、そうだね。結局ちょっとね、残念ながらカイ君とヒカルどちらにもってことにはいかなかったんですけど、まあちょっとね、今回ヒカルにドッキリかけていきたいと思ってまして、まあ、今回この後1本撮影して、まあ、その後大体ね家に泊まってみんなで会議したりとか、まあ、ちょっと飲んだりとかね、まあ、そういうのその恒例なんですけど、まあ、そこでちょっとね、ヒカルのやつをドッキリにはめていこうかなと思いまして、まあ、そのちょっと詳細っていうところがね、これから説明させていただければと思うんですけど、タイトルコールだけさせていただいて、はい、お願いします。はい。新しい彼女を連れてくると思ったら、元婚約者来ちゃったドッキリということで、ポンポンとハテナが2、3個ね、今浮かんでたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まず一つは新しい彼女っていうところで、一番最初に撮らせてもらった動画で、まあ、3人ともまあ彼女いないんですけどみたいなこと話したんですけど、まあ、新しい彼女をカッコ仮みたいな感じで、まあ彼女がいる程度ね、今ちょっとヒカルには話進んでて、でも一番ちょっと驚かれたのが、まあ、元婚約者が来るドッキリということで、まあ、そこはちょっと架空難しいんじゃないかなっていうね、ところがあるかなと思うんですけど、まあ私の方にですね、ちょっと元婚約者がいるんですよね。はい。はい。で、まあ、その元婚約者っていうのが、まあ、実は大学一緒に通ってた、仲良しメンツで、ちょっと YouTube 頑張りますみたいなことをさせていただいたんですけど、その同じ大学でね、ちょっとお付き合いをさせていただいていて、結婚のね、そう、何年か付き合った後に、うん、もう、プロポーズして、はい。で、まあ、婚約して、はい。で、まあ、亡くなって、はい、いろいろあって、いろいろあってね、うん、そうなんですよね。で、まあ誰よりも一番ね、最初にちょっとゴールテープしたわ、そうそう感じで、まあ、ちょっとみんなもね、こうお祝いしてくれたりとかね、いろいろして、こっち来て席入れんだけみたいな感じだったので、本当にもう両家のご挨拶とかも済んでて、なんで向こうの親御さんにも OK いただいてて、でもちろん俺の親にもね OK もらって、来て最初のちょっとあったりとか、盛り上がったもん、これやった、これやったみたいな、まあ、プロポーズだね、うん、これやったって、人生に一度の予定だからね本来ね、皆さんが一回だけにしてくださいよ本当にあれ緊張するんだからだからみんな知ってるね、共通の知り合いって形にもねなるんですけど、その僕の元婚約者の方は、まあすごい素敵なね方です。まあ、私のねちょっとね悪い部分が出てしまって、ちょっと婚約破棄という形にねなってしまいまして、なってしまいまして、まあ、ただね、まあ、こういうドッキリ企画にもねこう積極的にね協力していただけるということなのでね、まあちょっと今回はね、はい、はい、お言葉に甘えて、はい、お言葉にお寄せいただきましょう。はい、僕に協力しているというよりかは、こう皆さんに会いたいと、はい、なので僕の人望というよりかは皆様の人望があって、今回の企画が、はいはい、成り立っているということなので、はい、もう僕のことに関してもクソなりなんなり好きなように言っていただいてね全然構わないのでね、まあ、これから多分おそらくちょっとね、また撮るときはちょっとだいぶ日も落ちてね、暗くなって違う価格で撮ることになるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと簡単に流れ説明させてもらうと、大体僕ら会議とか夜ちょっと飲んだりとかするんで、それをやっている中で、まあ、ちょっと新しい彼女が近くに今いるから家呼んでいいかなみたいな、ちょっとみんなに紹介したいしみたいな流れをちょっと作らせてもらって、で僕がちょっと駅まで迎え行ってくるわみたいな感じで家をファッと出ていこうかなと思うので、そのヒカルはねもちろん新しい彼女来ると思ってこう待ってるんですけど、そこに、まあ、ちょっと元婚約者が現れるということで、
まあ、いいリアクションが取れるんじゃないかなと思っていますんで。だいぶ会ってないっしょ。終わってない。1年ぐらいか。夏、去年の夏か。いろいろ会ってないよな。普通に多分久々会う驚きもあるし、まあ、そういう人たちってあんまりね、そういうことがあったら会わないから。カイ、うん、君にもね、今回の企画を説明した時にちゃんと引かれてますね。あ、普通に引いたわみたいな。ちょっと今回ちょっと2人でドッキリかけていきたいかなと思うんでね。カイ君いるんで絶対大丈夫だと思うんですけど、どうしてもね、今回は成功させたい内容にはなってるんでね、ちょっと気合い入れて、はい、はい、ちょっと夜中ちょっと気抜いて多分飲んでるぐらいのタイミングで来ることになると思うんで、ちょっと僕らなかなか気が抜けない状況が続くと思いますけど、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。じゃあそれではドッキリの方にレッツゴー。確実に俺が最初にバレると思うよね。で、こっち、あ、ダブルでくる。大成功した。実際どうだった？実際マジでやばかった。こんがらがる。こんがらがった、うん、でもやばかったもんな。うん、に似た、うん、さっきとの別の彼女ってということでね、今日は元婚約者のね、はい、ちゃんと、はい、うまくドッキリができましたね。はい、よかったです。はい、もう久しぶりに会えて嬉しかったです。嬉しかったです。はい、終わったです。イエーイ。今回その光に対するドッキリだったんですけども、これからね、またちょっと光以外のね、うん、メンバーに対するドッキリも、まあちょっとね、光が多分俺らにかけること難しいかなと思うんで、まあ、光くんがターゲットになることがどうしても多くなってしまうかなとか、ね、はい、はい、ありますけども、はい、まあ、これからもちょっとドッキリ企画も交えながらね、でも今回はね、協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありました。また機会、また機会ありましたら、はい、ご協力、ご協力のほどお願いします。ことの関係性はね、前のあれでも言ったけどね、編集者の方も、うん、共通の知人なんでね、はい、じゃあほら編集者の方に手振っといてください。イエーイ、久しぶりちょっと酔っ払いなんですけど。せーの、ありがとうございました。
用意しますよ。バイ。どうも皆さんこんにちは。いや終わっていいよ。多分今のバッツリいかれる。